とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。最近始めた方らしいんですけども、装備品など何を集めたらいいかがわかりませんということですね。確かに最初はわからないよね。俺もいろんなものを使って、自分に合うやつとかを探していったんだけども、今日の動画では、まず、これは持っておいた方がいいよっていう装備、それを武器、防具、弓、アーティファクトで紹介していきたいと思います。それでは、行ってみましょう。それでは、持っておいた方がいい装備、近接武器は4つ紹介します。まず1つ目、スポンジストライカーですね。これなぜ持っておいた方がいいかっていうと、ボスとか、強敵などをワンパンで倒せるからですね。ただし、ワンパンするためには条件があるんですよ。攻撃を受けた後にこっちが攻撃するっていう条件があって、そのためには痛みサイクルっていうエンチャントをつけてるとすごく、やりやすくなります。なので痛みサイクル付きのスポンジストライカー探してみてください。続いて2つ目、闘志の締め具ですね。これは最初の方から後の方までずっと使っていける装備になります。で、エンチャントだけどもパーセンテージで発動するやつとの相性がいいです。輝き、クリティカル、あと雷とかは相性がいいですね。そして旋風っていうエンチャントがあります。旋風は絶対に入れるようにしてください。強さが格段に上がります。で、できれば旋風と衝撃波、その2つはもうセットで入れておいてください。闘志の締め具強いですよ。そして3つ目ですね。3つ目は流れ込む魂が入ってる近接武器です。この流れ込む魂はソウル系の武器にしかつきません。ソウル系の武器っていうのが武器の欄の右上に人の顔のマークがあるのがソウル系の武器ですね。おすすめは不滅のナイフ、もしくはフロストサイスですね。その2つがおすすめですけども、まあ、他にも流れ込む魂つくやつがあります。それでも構いません。持っておいた方がいいですね。そして最後4つ目、これは後の方でゲットすると思うんですけども、覆われた怒りですね。今現状での最強武器っていうと、これだと思います。まあ、持てるようならば、1個持っておくといいと思いますね。おすすめのエンチャントなんですけども、リフレッシュ、吸血、これがついてると、かなり生存率が高いです。で、できれば、ガードストライクもついてるといいですね。そして、アーティファクトチャージ、ダイナモ、クリティカルなども相性はいいです。まあ、これはね、耐久力を上げていった方がいいと思います。では続いて、持っておいた方がいい装備、弓ですね。二つあります。まず1つ目は、パープルストームです。これシリーズがあって、パープルストームと、機械仕掛けのショート棒、そして愛のスペル棒、その3つがこのシリーズとなります。その中でもおすすめなのはパープルストームですね。これが無難に使っていけると思います。おすすめのエンチャントはクールダウンショット、そしてロールチャージですね。この2つが入ってるパープルストーム、もしくは機械仕掛けか愛のスペル棒を探してみてください。もう最悪、普通のショート棒でも構いません。とにかく、クールダウンショット、そしてロールチャージが入ってるやつを探してみてください。それでは、弓二つ目ですね。ハープクロスボウです。これね、最初の方から最後までずっと使っていける、まあ、武器でいう、闘志の締め具みたいな、装備ですね。ハープクロスボウ、乱射のクロスボウのユニーク装備になります。で、これに付けて欲しいエンチャントは、マルチショットですね。とりあえずマルチショットが付いてれば、最後まで使っていくことができます。で、厳選するのであれば、ダイナモ貫通マルチショットが付いてるやつですね。
その3つがついてるやつがあれば、めちゃくちゃ強いです。うん。でもまあ、とりあえず、マルチショットがついてれば、使っていけるので、探してみてください。ハープクロスボウマルチショット。それでは次行きましょう。持っておいた方がいい装備、防具編、3つありますね。まずは、勇者のアーマーです。これ、ノーマル装備です。ユニークではないですね。ユニークは、英雄のアーマーっていうのがありますけども、性能的にはあまり変わらないので、どっちでも構いません。これの性能として、ポーションのクールダウンがマイナス 40%。だいたい40秒かからないぐらいで、ポーションが回復するようになるので、耐久力が格段に上がります。で、それにさらに、ポーションバリアっていうやつを入れておいてください。そうすると、ポーションバリア9秒間、ダメージが 90% 軽減になるんですけども、それを、かなり発動させることができるようになります。なので、耐久力は抜群ですね。そして、防具。今回紹介する3つともですね、クールダウンっていうのは絶対に入れるようにしてください。もうこのクールダウンっていうのが一つ以上入ってないとちょっと使いにくい装備になってますので、まず探すべきはクールダウンがついてる防具ですね。はい、勇者のアーマー、これは強いです。探してみてください。それでは防具二つ目ですね、ウィザーのアーマーです。これなぜいいかっていうと、 HP を 6% 吸収します。攻撃をすると 6% 吸収するんですよ。なので、回復系がついてない武器を使っても HP を回復します。ものすごく使い勝手がいいです。で、6% 吸収するのが、ウィザーのアーマーとスパイダーアーマーがあります。ウィザーのアーマーの方がおすすめですね。なぜかっていうと、こっちの方がダメージ軽減がついてます。スパイダーアーマーはダメージ軽減はついてないけども、25% の攻撃速度が上がります。後の方になると、攻撃力よりも耐久力の方が、重要になることが多くなるので、ウィザーのアーマーの方をおすすめします。まあ、これはとにかくクールダウンが一つついてれば、まあ、使っていけると思いますので探してみてください。そしてこの防具も重要です。輝くローブ、もともとスキルでアーティファクトのクールダウンついてます。さらにアーティファクトのダメージアップ、これもついてます。今主流になるカバンビルドがこれを装備すると攻撃力が上がって使いやすくなります。さらにこれクールダウンがもともとついてるので厳選しやすいですよね。で、これにつけてほしいエンチャントですけども、稲妻フォーカス、そしてポーションバリアもあると安定すると思いますよ。発光するイカの防具ですね。これはまあ後の方で入手したらいいと思います。一瞬だけ無敵になるっていうスキルがすっごい強いです。バブルバースターっていう弓と合わせることによって、とんでもない破壊力を出すこともできますし、イカ墨で敵の命中率がものすごく下がります。ダメージも受けないですね。で、移動速度も 15% アップします。これはなかなかいいですけども、厳選するのにあたってはちょっと時間がかかるかと思います。おすすめエンチャントはクールダウン。まずはそれを探してみてください。これは後の方になるかな。では最後ですね、持っておいた方がいい装備アーティファクト編3つですね。まずこれは絶対持っておいた方がいいです。卵天狗岳ですね。近接で攻撃するにあたってこれを食べないと話になりません。攻撃力が倍かなになりますので、このキノコは絶対持っておくようにしてください。それでは2つ目ですね、これも絶対持っておいてください。弱体化のドラ、範囲内の敵が3倍ダメージを受けるようになりますし、攻撃力も下がります。これがないとちょっとボス戦が難しくなるので、絶対に入手してくださいね。そして3つ目、エレメントのカバンです。
今主流になってるカバンビルドっていうので、このエレメントのカバンが絶対に必要になってきます。まあ入手は後の方になるかと思いますけども、まあ見つけたら、買っておくか入手しておくようにしておいてください。はい、ということで今日はコメントありがとうございました。とりあえず今日紹介したのはおすすめのやつです。持っておいて損はないと思いますので探してみてください。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。